集まってくれ。みな目が覚めたでござるか。モナ殿から重要な話があるようでござる。雄夜浄土への君臨を果たした後の夜明けは実に胸がすくものね。お嬢様はすでに次の挑戦への準備を。オイラたちもぐっすり眠れたぜ。はい、では単刀直入に言いましょう。先ほど水浦の番で見たのですが、新たな元凶があちらの島で形を成したようです。それに私の勘が間違っていな。今回はモナか。これまでの元凶もモナは付き合ってくれたし、今度はあたいたちが一緒に行く番だな。何も面白いものは。メギストス卿、恥ずかしいの。いえ、そんな、あまりにも貧相な元凶を見せてしまったら偏見を抱かれるのではないかとか、そんなことは全く心配し。すべて言ってしまっているでござるな。一般的に先生術師はとても超越したそんな愚昧な期待私はしていないわ。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃない。平常心を保てるものは。そうだぞ。それにモナの元。そうですか。過度な期待がなければ私。水浦の番によるとすでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか。見たところ池みたいだな。もしかして泳いで行かなきゃいけないのか。おう、まさか私たちの中に泳げない人なんていませんよね。問題はそこではないと思うが。怖いのですか。いいでしょう。ならば私が先頭を行きます。始まった。泳ぎへの自信による自慢が始まったわ。お嬢様、言葉づか。先に行っていますよ。あ、モナが池の中に飛び込んだぞ。オイラたちも後に続こうぜ。壮観な建物でござる。わあ、あたいこんなの見たこともないぜ。おいモナ、あんたの元凶すごすぎだろ。雄夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ、メギストス卿。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなくてよかった。これで面目は保たれました。天才先生術師の元凶はもちろん壮大なものでなく。では早速少し探索してみましょう。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。動くべきだ。動くべきだ。
くべきだ。この中に入ってったぞ。